こんにちは。手も洗わずに動画を撮り始めた翔太です。今回なんですけど、4月の19日の更新情報が出てくるかなというふうに思いますので、見ていきたいなというふうに思います。多分ですけど、アバターかな、多分アバターじゃないかなというふうには思いますが、見ていこうと思います。まずは1週間前の更新内容をですね、改めて見ていきます。王将くんですね、来ておりますので、こちらですね、課金する方は忘れないようにしてください。基本はスルーでいいと思います。で、猫コインパックですね、本日最終日となっておりますので、課金する方は忘れないようにしてください。ただし不穏な動きはあります。一朝一夕も終わっては失礼いたしました。で、猫の麻生版ですね、こちら本日までですので、URC の副賞ですね、欲しい方は、ちょっと6月までしかこの副賞の交換そもそもできないようになっておりますので、ちょっと覚悟を決めて、ちょっと600溜まってない方もですね、このキャラクターの中で欲しいキャラクターがいるのであれば、行った方がいいかなというふうに思います。祝儀符は月落ちあやめやってきておりますので、課金する方は忘れないようにしてください。で、フレイヤー来ております。私はですね、取らないことを決意したんですけど、かなり強力なキャラクターだなというふうに思っていて、ちょっと日が経つごとに評価が上がっていく、なかなか面白いキャラクターだなと私は思っていたんですけど、こちらのキャラクターは本日までとなっております。激怒でですね、敵の火力を落とすことができるっていうのは本当に強いかなというふうに思いますので、課金する方はですね、忘れないように気をつけてください。それではですね、4月16日の更新内容も確認していこうかなと思います。まずアレス来ておりますが、基本的にはスルーかなというふうに思いました。で、願い返し今来ておりますので、こちらですね、課金する方は絶対に忘れないように気をつけてください。ラッキースターですね、もうやってきております。この今回の、ラインナップだと、装飾が一番おすすめかなというふうに思います。その理由としては、暴走キャラクター、一応バッファーだからっていうところになりますね。で、それ以外であれば、張飛と右吉が大激しかなと思うので、狙ってみてください。で、少女の出会いのときめもイベント、本日前となっており、本日というか、あれ？ちょっとこれ表記あれですけど、明日の10時前となっておりますので、原本を使ってですね、3000原本を使っていただくのがおすすめかなと思いますので、忘れないように気をつけてください。私もですね、明日の朝ですね、恋文を使って最後の段階までは、3000原本を使いつつ最後の段階まで引こうと思っているので、真似する方はですね、真似していただければなというふうに思います。で、お土産販売者も今来ております。ちょっと私最近これ課金控えてるんですけど、5時間戦闘券ですね、足りない方には160円のやつおすすめなので、忘れないように気をつけてください。星の羅針盤ですね、今やってきております。これは何も修正なさそうな感じがしているんで、今まで通りですね、青岩石が出た方はですね、貯めるなり、マルケッションと交換するなり、URC のキャラを取るなりしてもらうといいと思います。で、美少女学園に関しては、かぐや姫女服がおすすめです。というのも、一応次回反響で使えるという点でおすすめかなというふうに思います。あとは、衛星と黄本、長領あたりが、奥義優秀かなというふうに思います。仮想の集いに関しては、孫権ですね、の絆のちょびためが一番おすすめかなと思います。ただ、ちょびためして取った時に、孫権が、今のように強さを発揮しているかっていうところは、ちょっと微妙なところはありますので、それを覚悟した上で、ちょびためしてください。で、純乱武元の、来てますけど、源の広政ですね、このキャラクターはなんやかんや言っても戦役で使う激災キャラクターとしては優秀かなと思いますので、絆ガチャがなくなったらあれですけど、絆ちょびだめはしておいた方がいいかなというふうに、私は思いました。で、月ギフは春町副術装と高音ギフトやってきておりますので、特に春町副術装の方ですね、課金する方は忘れないように気をつけてください。で、ストアアップデート特典受け取るっていうのと、ちょっといろいろありましたね。月ギフが半年分買えるようになりましたとかがありました。で、これからですね、明日の更新の内容を見ていくんですけど、明日更新日となっておりますので、10時までにですね、単造工房であったり、真髄工房、今回は特に少女の出会いですね、とか、限定特典を引いてもらうっていうのと、12時以降にですね、もう一度それを引いてもらうのを忘れないように気をつけてください。それでは4月の19日の更新内容を見ていこうと思います。やっぱちょっと最近、再販のペースが早いですね。エビスの再販がやってきます。このキャラクターもめちゃめちゃ強くなって、硬くなったキャラクターにはなるんですけど、やっぱりちょっと攻撃回数が少ないっていうところが、ちょっと昔のキャラクター花嫁化すると、カエサル以外基本的には攻撃回数が少ないので微妙っていう話にちょっとなってしまうことが多くてですね、大変申し訳ないんですけど、ちょっとですね、そういったところがありますので、個人的には、
まあスルーかなっていうふうにはちょっと思っています。まあっていうのと、私メインのサーバーではもともと撮ろうと思っていたんですけど、本当は撮りたかったんですけど、あれなんですよね、まあ恵比寿復活とかも特にないというところであれをしてしまったので、初心追走ですね、してしまったので、ちょっとスルーしてしまったというところがあって、大変申し訳、悲しい思いをしました。で、一応席やってくるみたいです。大吉祭りではないので、まあ、するかなと思います。まあ、大吉が出た方は検討してください。で、県やってきておりますので、まあ、お得セレクトパックですね、課金する方は、まあ、花の水引き、それはありかなと思いますので、課金する方は忘れないようにしてください。週のギフトは超招き椿とハッピーギフトやってきておりますので、こちらですね、課金する方は忘れないようにしてください。おやっぱり MR アバターか、清姫ですね、チラ見、あーなんか鬼化してますね清姫。はい、がやってきます。結構ですね UR 戦の清姫が来た時強かったんで、まあ、最近の MR のキャラクターですね、 MR アバターになっ、最近 MR アバターになったキャラクターは非常に強力なところがありますので、清姫ちょっと期待しましょう。明日ですね、清姫やってくるっていうところで、まあ、個人的には楽しみにしておこうかなというふうに思います。椿水で、副賞の絆と交換できます。大段階報酬キャンペーンを実施いたしますということなので、まあ、いつも通りのガチャがやってくるみたいですね。寝起きらしいです。寝起きかほんまになんか寝起き感もあんまりなかったんですけど、全然眠たそうではないですね。はい、というところで、まあ、明日は清姫がやってくるので、まあ、楽しみに待っていましょう。まあ、ちょっと私は明日普通にお仕事がありますので、まあ、実際性能を確認できるのは夜になるんですけど、まあ、楽しみに、まあ、昼は過ごしておこうかなというふうに思います。まあ、下手しいちょっと恵比寿の方がおすすめってパターンもあるかもしれないんですけど、まあ、楽しみに待っていましょうか。まあ、ちょっと私しばらく課金は控えようかなと、まあ、課金は控えるっていうか大きな課金は控えようかなというふうに思っておりますので、まあ、どっちかっていうと大きな課金をするというよりはもうちょこちょこした課金ですね。まあ、前からそうなんですけど、まあ、今後はですねより一層ちょっとそっちに切り替えていこうかなというふうに思っています。まあ昨日のですね、まあ、ちょっと運営さんの不穏な動きですね、あれが不穏じゃないことを期待しているんですけど、まあ、ちょっと続報が来るまではちょっと怖くて大きな課金はちょっと控えようかなと思っています。まあ、今回の動画はここまでにしようかなというふうに思っています。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。手を洗ってきます。